あいつはいろんなことやりたい、あれやりたい、これやりたいのタイプで、俺は別にギターアンプあればいいよっていう感じだったんで、なんかあとは一緒になんか、なんだろうな、ソロコーナーみたいなので一緒にやるときに、こういうな、今回鳥かごがあるんだけどさ、入ってくんないとか、そういう、なに、こういうのちょっと高いとこ行くんだけど大丈夫かなとか、そういうの相談というか、なんというか、あれはありましたけど、一生懸命なんかそういうなんか派手なこと考えるのは好きでしたね、彼は。60フリーっていう噂を聞いて、マジかよとか言ってたんですけど、最初はまあそんなに大したことないんだろうと思って、まあ少し黒くなるからどの子っつって言ってたんですけど、やっぱ本当にすごい目に遭いましたけどね。全身まさに入れ墨でしたけど、単純にかっこいいなと思いましたけど、まあ俺とは違うけど、それはそれで、あいつはあいつでやっぱああいうのすごくかっこいいなとは思いますね。そういうとこに一緒に立ってるっていうのは結構楽しかったし、実際あの時は楽しくなかったですけどね。てめえこの野郎と思ってましたけど、まあもろもろ過ぎてしまえばいい思い出ですっていう。Whoa.